いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。フォルツァホライゾン3ダウンロードコンテンツブリザードマウンテンを今日も遊んでいきましょう。よいしょ。で、乗っているのは、前回から引き続き、ランチアのデルタの S4 かな、グループ4でございます。で、やっぱりね、行き過ぎちゃった。もう少し、オーバーステア寄りにしたかったのでセッティングを変えてきました。うん、少しだけね。で、何を変えたかというと、加速側のディファレンシャルのフロントをもともとだいぶオープン寄りになってたのをさらにオープン寄りにして、フロントが、切り込みやすく、フロントの自由度を上げた、要はオーバーステア寄りにしたっていうのと、あとはリアのバネをちょっと硬くしました。それによって加速時車がのけぞる量が減るので、またオーバーステアの特性が強まる、要は加速側のオーバーステアを強めてきた感じです。ね、減速側もね、もうちょっとオーバーステア高めようかなとも思っているんだけれども、一旦この状態で走って、また次回にセッティングの、なんていうのかな、方向性、をつなげていきたいと思います。さあ、ラウンド3最初のレースは、なんか、転落って書いてあったけど、このレース。ダウンヒルってことね。いや、難しそうだ。まあ、でも車体が軽いから、修正は効きそうだね。さあ頑張るぞ。おお、びっくりした。いきなりそんなブラインドを仕掛けられてちょっと怖いね。行くぞ。でね、この車はね、やっぱり速い。その代わりパワーがあるので、パワーがあって車体が軽いので、リズムが崩れるとね、全然帰ってこれない。僕はね、もっと上手い経験豊かな方なら違うんだと思うんだけど、ちょっとやめて。もうごちゃごちゃすごい、みんなお互いすごい邪魔だな。ちょっとさそんなに上手にみんな押さないでよ。もうちゃんと走らして、もうちょっとちゃんと走らして。今何位、4位か。この前の3台やっと見えたけど、もう間に合わないな、多分な。やばい、思いっきり間違えた。よいしょ。何位まで上がってこれるかね。やっぱり減速側をもう少しオーバーステアにした方がいいな。ね、荷重移動が間に合わなかった時に、今のセッティングだとなかなかね、修正が効きません。さあ、残すはこの直線無理でしたあ、面白かった。はい、4位です。みんな飛んでるゴール、これ面白いね。ちょっと前半のごちゃごちゃ感がね、悔やまれるけど、それでも十分楽しいねこのダウンロードコンテンツのスノーなんだっけ、ブリザードマウンテンに入ってから急にね、その1位にならないと星が増えない、要は先に進めない可能性が高まるっていう要素が入っているので、なんか妙に勝ちにこだわっちゃう雰囲気はあるんだけれども、僕は根本的にはあんまり勝ちにこだわる人間ではないのでね、まあいいやね。完走したので1個、ありがとう。いやー、すごい車だね。さあ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 、次行きましょう楽しい、すごい楽しい。さあ、新しく出たイベント、これかな。今度ヒルクライム、さっきダウンだよね。で、今度クライムか。クライムしようかね。クライムしようぜ。まあ、もしくはこっち、クロスカントリーコース、これも面白そうだな。
ね、こっちから行くか。ちょっと遠いかな。うん、近いのこっちか。いや、これやりたい。よし、やっていこう。結構ね、そのレースも楽しいんだけど、こうやってね、レースの場所に行く。うわ、綺麗だな。ちょっと待って。すごい綺麗だよ、景色。ちょっと見てみない？こうね、レースの場所に行く道すがらでね、こうやって景色を見るのも、とっても楽しいのね、僕。もうちょっと画角広げて、あ、太陽がちゃんと曇ってて入ってないのか。こんな感じ？ね、たまにね、その収録していないプレイの中で場所移動とかね。わあ、かわいいな。すごいかわいいね。こういう、なんかね、何でもない景色を写真が撮るのが好き。写真に収めるのが好き。うん、なんていうのかな。綺麗なものってさ、綺麗なものとか綺麗な景色って綺麗に撮れるのは当たり前じゃないね。まあカメラの性能とかねにもよるんだけど、でもなんかできればね、何気ない、おーおーおお、何気ない場所とかね、何気ない景色を、あ、綺麗だなって思って、それを写真に収めたいなっていうね、なんかなんだろう、難しいな、この僕の中途半端なこだわりというかね、があるので、何気ない景色を探すのが好きです。よし、やっていこう。これでいいんだよね。さあ、サーキットレース、久々だね。ん、ないかな。お、こっちも久々に犬祭りの匂いかな。よし、ブループリント、ラリーモンスターズで、名前が犬祭り。いやれぬ祭り。 OK、 よし、やっていくぞ。いや、すごい、あの、本当にね、フォルツァホライゾン3をやってよかったと思っている、この車の楽しさ。うん、フォルツァモータースポーツ7だけでは絶対に味わえない、このオフローダーたちの本気本領っていうのをね、存分に楽しむことができていると今自分では思ってますね。なので、あの、フォルツァモータースポーツ7を持ってらっしゃる方、やってらっしゃる方でね、フォルツァホライゾン3をまだやってらっしゃらない方っていうのはね、どうぞやってください。うん、オフロードカーがこんなに元気よくてね、気持ちいいものだっていうのは、僕がそうだ、あ、ちょちょちょ、そういう押し方ないんじゃない、僕がそうなんだけど、ちょっと待って、前が見えないちょっと待ってね、あの、フォルツァホライゾン3をやらないと味わえない楽しさっていうのが本当に大きいなと。よいしょ、何、どうなってんのこれ、もう分かんないよ、僕はどこを走らされていて今どういう状態なんだろう。よいしょ、うん、やっぱ減速側もう少しオーバーステアの方がいいな、その修正がしづらい。うん、これでやっと一周か。もう何にも分かんなかったよ、走ってる最中今どこを走っててどっち向かなきゃいけなくて、路面が雪深いんだよ、そして雪深いからね、ステアリング取られちゃってね、全然感覚がね、戻ってこない。うん、語彙だもの。ああ、ああ、よいしょ、もう前の車に追いつける気がしない。いや、難しいなこれすごい難しいな。あー、雪深い、そしてすごい雪深い。あ、そっちか、間違えた、抜かれちゃう、抜かれちゃう抜かれちゃう、抜か、あー、すごい抜かれちゃった。うわ、すごい難しい、あの、雪が深い、うん、雪が深いことでステアリングを切ってもね、ちゃんと荷重を乗せてあげようとしないと、反応してくれません。うん、
なので、結構計画的な荷重移動とライン取りっていうのがこの雪深いコースでは求められるんだろうなと思います。でもどっち走っていいかね全然わかんないの、うん、ちゃんと覚えなきゃいけないのかもね。あ起こして散々だな今回、散々なんてもんじゃないな。これよくみんな普通に走れてるね。これ車内視点だからやりづらいとかあんのかな。何にも見えない、何にも把握できないの走ってて。ビリだよちょっと待って、ビリだよ。完走はしたけどさ、ビリです。すごいすごい久しぶりだなビリまあほいでもお情けで星を1個いただきましょう。さああと8個も星が必要だ。8個って結構だよね。ね、8個って結構だよね。ちょっと見てみる。空いてるイベントがあと1でしょ。あ、こっちにもコースがあるんだ。1でしょ、2でしょ。おいで、やってないのが3。ドリフトゾーン難しそうだな。3。3つだけ？あとこれか、4。4個やってないんだよね。で、あと星が8つ必要。うん、そういうことになるかな？そういうことになるかな？いや、悔しいね。ちょっとセッティング見ようか。ね。で、減速側の、オーバーステアを強めたいなと思ってます。で、デフはもともと減速側フルオープンなので、まあいいでしょうと。で、ブレーキをリア寄りにするっていう手もあるよね。リアのブレーキで引っ掛けて、要は、後ろから引っ張るように止まる。そうすると、フロントのグリップっていうのは減速にあまり使わないので、ハンドル切ったらキュッと曲がっていく、うん、カートみたいな挙動だね、もあるよね。うん、で、バンプ、まあ、フルフルでソフトになってるけど、これもうちょっとソフトにできたら、減速側の、いわゆる、オーバーステアも作り出すことができるよね。どうしようか。ね。どうしようか。ブレーキでやるか。まあ、あるいはもうアライメントでね、いや、ラリーであんまりアライメントいじんない方が経験上いいね。であれば、まあ諦めて全体的にもうちょっと、すごい上げてんな。3センチ。リアの車高3センチ。どうせなら極端にしてみる？うん、3.5センチ。高くして、減衰力はリバウンド。まあね、リアもうちょっと硬くしようか。ね、この辺にして、この辺にして、もうちょっとだな。さあ、こんなもんにした上で、次回どうなるか見てみようか。基本的には結構オーバーステアになると今予測してますが、果たしてどうなることやらというとこだね。はい、それじゃあ今夜はこの辺で、大型犬がお送りしました。またね。バイバイ。